まず噛み出せるんですけども、左側でまっすぐ正面にいて、左側で強く噛みます。次に、右側で噛みます。もう一回左側で強く噛んで、もう一回右側で。今はどうですか、左側から右にパッと来てそこで落ち着くんですか。喉から落ち着く位置がない。あ、今でもないんですね、という状態、歯科医師ですよね、そういう患者さんいるでしょいますね。どうするんですか、そういう人。え、私もそうやなと思って、どこで噛んでいいか分からない。それは両方で噛んだ時ですか、左側じゃなくて右側だけですか。すべて、それで歯科医師になったんですか。父親になんか遺伝で本当から前まで噛めない開口っていう状態で、スペースが空いてて、で親知らずの場所をして矯正をしたなって言われてたんだけど、他の病院とかでも私の親知らずが抜きにくいみたいで、私自身も抜くのが怖くて抜いてなくて、でどん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 その開口がひどくなっていってしまって、前まで噛めない。で僕でも、6まだ近かったってな。ちょっと開口が今あるわけですよ。ちょっとじゃあ見てください、近くでそこで見えますか。声かけてやらなければ私はすぐ進みますから、行った時にパッと言われた方が無駄がたり笑えます、3人笑えます。意見ありますか。いや、もしこういう患者さんが来たら強制的に治します。みんなそうですね、強制的に直されるんですけども、本人がしかしですから強制的にはやりたくないという感じですよね。で、まっすぐで今実際に噛めてる感じないんですよね、ちょっと手上げて今噛み合わせて、噛んでるところがちょっとなかなかどこで噛んでいいかわからないということですけども、それが噛めるようにすることはできるんですよ。それは何かというと、まず姿勢からいきますか。姿勢はどの姿勢がいいかというと、立位が 1,2,3,4,5 割、他に座位でも言ってます。座位が 1,2,3,4,5 割と言ってます。じゃあ座位でいきますか。背が座ってますからね。座位で、それは前一度前前右右の、5の武道の前ないですよ。5、10度、10、1、2、3ですか、前そのままですよ。そのままで、体をまっすぐ前よりは10度から15度の間、はい、それで動き方を見てください。そしてさらにもっとぐーっと傾けていきます。うん、前にもっともっと傾けます。もっとまだですね。もっとで支えていいですよ。膝はダメですね。ベッドよっぽど力入れないで、よっぽど力入れないで、座骨に体重をかけた状態でもっと傾けて、今の方向にまだまだその辺、ちょっと行き過ぎ、もうちょっと倒して、そこです。そこが一番いい状態で、今感じどうですか。前にした方が来てるような感じで、噛み合わせの状態は小吸収ぐらいの当たってるか。当たってます。さっき当たってなかったのが当たってきたところ出てきました。今全体的に今当たってるところは何パーセントぐらいですか。まっすぐ前見て。何パーセント。自分で。6、7割は噛んで。6、7割でまっすぐして、この状態で噛んだときに、じゃあ何パーセントぐらいですか。30%。ということですね。というのがあります。この立ちます。立った状態で、先ほど、報告がありましたね。その方角は前後ろ左右の前後ろ右の後ろ5、10、5、6、7、8、9、10、10度ですか、右、しっかり右の前、後ろ、前の10度、じゃあまっすぐの状態で、右よりは10度前の方向、はい、体まっすぐして、傾けない、その状態で、かまっすぐ向いて、もっと足して、前に来てる。これで今何パーセントぐらいになってます。さっきと同じぐらい、まだですよ。それから私支えていいですから、手で支えていいですから、
もっとですよ、もっと倒します、まだ倒してグッと押さえてもいいですから、もっと倒して、もっと倒して、そこで、そこで今何パーセントですか。7割ぐらい。今の状態でさらにこの倒してきます、さらに倒して、もっと倒して、どうなります。逆に戻っていくんですよね。一箇所だけというか、近づくと良くなっていて、ピークは一箇所であります。じゃあ、されます。立った位置と座った状態で、今なったわけですけど、その上で、実際に今神谷さんが 30% とおっしゃってるんで、しっかり立った状態ですから、胸骨です。胸骨をその方向にすると良くなります。じゃあ、胸骨分かりますか。分からない。ちょっと前でいて、こうなってます。こうなっていて、胸骨はこの肩骨まっすぐ降りた一番どん突きですにあるんですけど、それはどこかというと、こっちの足にすれば、このここ、これが胸骨です。で、胸骨の端は第三趾、第三趾のずっとまっすぐ行ったところに端があります。内、外側の端がもっと後ろ、もっと下がります。で、それはちょうど手がここに入るんですよ。はい、すごいですね。こうすると手がこう入ります。こう触ってます。親指でこう当たりますよね。これが当たったのが今これです。で、この内側はくるぶしの下です。で、今度はくるぶしを触ると、親指でくるぶし触るでしょ。今こう触って、今こう触ってるわけですよ。こう。こう。同じように同じところ触ります。両方で同じところ触って、一回そこ持って、ここでしっかりグッと握って、その手で今右前10度に傾くでしょ。 そこを手で右前10度にグッと持ってきます。手で、そしてさらに体ごとグッと持ってきます。で、倒れる寸前まで持っていって OK。 はい、いいですよ。で、座ります。どうなりました。ちょっと前に来てる感じ。ちょっと、まだ動いてますよ。今 1割ぐらいですから、まだ動きます。前向いて、こう変化するのを自分で感じてください。まだ動いてますよ。もうちょっと止まります。もう止まりましたね。噛みやすい。今何割ぐらい。8割。8割。実際にやると傾けただけでは7割だけど、実際にやると8割まで上がるんですよね、というのがまずあります。じゃあ、その8割の先どうするかを次やりたいですよね。で、8割を行った時、その先にあるのは、ああこれがそっちにつながってるんだ。脈管障害系を行くと脳梗塞系の問題がつながってます。彼女に今起こっていることですけども、まっすぐですよ。これはで、左を引っ張ると体まっすぐですよ。肩の関節を見てます。良くないです。右の肩は、知ってました。知らない。それ以外にいろんなことが起こってます。皆さん本読みました。この中に検査法が書いてます。ずっと私が見つけた検査法です。これは脳梗塞、心筋梗塞になると起こります。これは大きな問題です。左側と右側によって、先ほど右側が噛みづらいとおっしゃった。今左側でしっかり噛んで、で、右側で強く噛んで、右側は左に比べて今どうですか。噛みにくいけど、でも最初の時よりは違いますよね。それに関して今回復してますよね。で、今度は肩は、左側のこの感じと右側のこの感じ、違いありますか。右の方が痛いですね、これは右側ですね。首は左側でした。髪の毛は右側でした。それから、顔を少しして、頭頭皮です。頭皮はこういうふうに親指も後ろにして、両方はこの位置ですけど、これで、左側チェックです。この位置で親指を押さないで四肢だけ動かします。動きます。左も動きます。右側が、全く動かない。手が滑るだけです。左は手が滑らないで皮膚が動きます。右は皮膚が動かない、手が滑ってます。全く、右側は動かない、分かりますよね。
そしてやりがんは30度です。上げないでこの位置ですね。力を楽にしてこの位置で引っ張ります。これが股関節ですよ。で、こちらわかります、わかりますよね。で、右手で頭、右側下がります。水がね、止まるんです。これは脳梗塞効いたって言ってます。今、右側で変化したから右側の脈管障害があるっていうことを教えてくれてます。いいわけ。どんな状態、今その状態ですね。8割でおっしゃった。なんか最初の時よりも噛む位置がそんなにずれない。今噛んでみて不安があんまりない、その状態が脳梗塞を起こすとやっぱりくります。他にもいろんな症状が起こるんですけど、ほっといた方がいいでしょうか、それをやっぱりやってあげた方がいいですよね。で、すでにだからいろんな症状が出てるわけです。それは噛めないということ、そして頭皮が薄いということ、それから、いろいろ股関節も抜ける、腕も抜けるということで、もう教えてくれてるんです。で、それが、脈管障害、脳梗塞のそれを取ると、噛み合わせは今8割が9割まで上がるって。そして、ほっとくと噛み合わせ自体全体が良くなることではないんだって。まずとりあえず、脈管障害、それを取りましょう。それは第一、第二、第二中足骨の筋、エイムです。エイムの内側です。内側をIL の5、10A です。じゃあ村先生、左の、第二指中足骨 IL10A です。にタッチアウトトライですね。で、まっすぐじゃない、この状態でもう一回噛み合わせチェック。さっき 90% で出ましたから、今の80からさらに変化し、自分で自覚できるかどうか、わかります。全然違う。歯は、ものすごい優秀なセンサーです。ちょっと、とても分かります。で、腕見てからね。止まります。で、頭ですよ。分かります?全然違う。動いてます。動くんですよ。手離します。途端に、これは、動かないです。そして噛みますよ。ダメです。分かりますね。瞬間です。第二指。の、中足骨の鋭部というと、これを曲げてこう曲げると分かりますから、いいですよ。私こう曲げて、この上側ですね、のここが関節で中足骨の鋭部です。それの内側です。ここです。今ここを触ってください。ここを IN の10度前です。この方向、この方向にこれだけです。で、前向いてでチェックです。わかります、どういう感じですか。今までやったら9指しか噛んでないので、9指って部分しか当たってないんですけど、小9指のところの方が強く当たってる感じが、今の状態ですね、もう少し前で、ね、で、腕手を押してびくともしないですね、わかります、っていう、はい、じゃあ座ります。わかります。痛くないですよね。